例えば、まあ、分かりやすい例で言うと3次元の人はお金が欲しいお金が欲しいお金が欲しいって言うわけだけど、そのお金が欲しいお金を持っている、じゃあ誰かあなたが、こういう風になりたいという人がいたとして、その人が、その暮らしに囲まれて感じているだろう豊かな気分気持ちっていうのは、今ここで同じ嬉しいなっていう気持ちは感じられるんですよね。感じられるんですよ。で、見えているもので、判断する場合、容姿、体験、体型、経験値で、もし比較をしていくんだったら、5% の部分を見て、物質的な見えているもので判断するんだったら、いつでも私たちはないです。他人が持っているものを何も持ってないんで、私たちは。見えているもので言うんだったら。だって、なぜかっていうと、持っていないんじゃなくて、違いすぎるから、同じものがないんですよ、他人と。だからないになる。でも言ったように 95% の気持ちの方をにフォーカスをすると、その人が持っている気持ちは全部私も持っているから、もうそこでいきなりフラットになるわけ。平等公平、何も違いがない。だからみっちゃんが例えば今、私は今3000人のオンラインサロンや、オンラインサロンというかコミュニティを持ってます。みっちゃんは別にそういうコミュニティ持ってません。でもその見えているもので判断するんだったら、ハッピーさんはこういうものを持ってて自分はないみたいなね、ファンが例えば少ないとかいないとかそういう見方になっちゃうかもしれないけど、でも違うわけ。カツ丼を食べて美味しいっていうその気持ちはみっちゃんも私も同じ気持ちだし、そのなんか楽しいなっていう気持ちはみっちゃんも私も全く一緒の気持ちを持ってるわけですよね。っていうことはみっちゃんは持っていないんじゃなくて、全部私が持っているものをみっちゃんも持ってるし、みっちゃんが持っているものを私は全部持ってるんですよ。でもう一回いくよ。でも 5% の見えているもので判断をし続ける限り、いつまで経っても自分は持ってないんですよ。他人が持っているものと同じものを持ってないから、何も、鼻も目も、髪の毛も、容姿、体型、経験値、才能の部分、環境、あのね、持ってないんじゃなくて違いすぎるんですよ。違う部分ばっかりだから、それをやればやるほどに自分がなんか持っていないってなるんだけど、それは 5% で見ると持っていないになるんだけど、 95% って見た時に同じ気持ちは全部持ってる。なるほど。その全部持ってる気持ちの、うん、そこが 95%。 そうで、この全部持って、みんなみっちゃんが持ってるもの私は全部持ってるし、私が持ってるものみっちゃんが全部持ってるわけ。ここが 95% って言ってる、うんうんうん、これが世界を作っているエネルギー体の 95% が占めてるわけよ。それが感情と。そう、まず1個目の話がこれです。みんな違うんだけど、人それぞれ違いすぎるんだけど、結局みんな同じっていう。だからここの部分も 5% で見るのか、 5% の物質的な見えてるものだけで判断するのか、気持ちの部分で見るのかで、感じる部分で見るのかで、もう大きく世界が二極化します。二極化ってそういう意味じゃないの、うん、5% の生き方と 95% の生き方の二極化の話なの、うん、これって二極化って、うん、その想像のサイクルの周波数っていうのの一番肝になるのが、こう許可なんよね、自分に対する許可、うん、存在への許可っていうか、うん、誰も NG 出してないのに、あれを思っちゃダメ、これを思っちゃダメ、こういう自分がダメ、ああだこうだってやってるじゃん。そう、それをやっていると、そのこういう感じ。ナイキンの朝の衝撃はね、周波数衝撃、衝撃だよ。ただこのね、みんなが平等に持ってる、うん、この平等でいいのかな、感情、うんうんうん、感情が周波数だったっていうところですよね。もう今更感半端ないんですけど、もうありがとう。してた。でもみっちゃんもほらあんま分かってないもん、うん、いやだからさ、でなんか私エネルギーとか分かりませんって言うんだけど、いやその多分言葉が分かってないだけで、私じゃあ例えばイライラしてたりとかしたら分かるでしょ、うんうんうん、なんか私イライラしてるんですみっちゃんにプレゼンしなくたって、うん、私多分イライラしてたら分かるでしょ。怒ってる、昨日めっちゃ怒ってたね、この人、うん、私怒ってるんだもんっていう言葉にしてないけど、うんうん、この人を通じて発せられてるものを私たちはキャッチして、うん、あ、アイキン今めっちゃ怒ってるって感じてたでしょ、うん、あのシーンを見てアイキン喜んでるなって感じる人誰もいないと思うの。うん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 、そうでしょ、うん、それを感じれてるじゃん、ちゃんと。
これが気分の周波数ってこと、うん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 、で逆にルンルンしてる人を見たら、はい、気分良さそうだな、機嫌いいなっていうのを感じてるじゃん、はいはい、これをエネルギー感じてるっていう、うんうん、いう言い方なんですよ、うんうん、だからちゃんと感じれてるんですよね。みんな分かってるわけ、分からない人なんていないの。だって自分だって気分持ってるわけだから、自分がイライラしてたりとか、今喜んでる感じとかってのなんとなく分かってるわけだから、他人のことも分かるんですよね、うんうんうん、でこのこれが周波数っていうわけだから、微妙にこうやって振動してると思って、自分の何をじゃあ感じ取ってるかって言ったら、この人からそのピカチュウみたいな感じでさ、怒ってる時とかさ、ピカーってこう何波線みたいなこうやって出てるんよ。それが飛んでくるわけ。それを私たちは電波としてキャッチして、あピリッ怒ってるみたいなのとか、逆に機嫌よくルンルンしてたら波がなんかこういう感じで穏やかないので、それがこっちに飛んできて、こっちも気分よくなって、なんか機嫌いいねっていう感じ。はい、うん、どうぞ。本当は本人は怒ってない別に、うん、だけど怒ってるかもって感じちゃうの。それはそれの時はそれはこの人が怒ってないのに、そうなんか怒ってるかもしれないみたいな、勝手に感じてしまうみたいなことってあると思うんですよね。なんか妄想ですよね、それ。つまり自分が勝手に相手が怒ってるかもって妄想しちゃうみたいな。自分に対してめっちゃ怒ってるとそれを感じやすいよね。その自分に怒ってるんよ。自分が、そうそうそう、自分に怒ってるのって何かって言ったら、自分に対してのジャッジメントが多いと。私と昔そうだったんだけど、なんか基本的にみんななんか私に対して怒ってるんじゃないかっていうスタンスでいたの。それは人が怒ってるんじゃなくて、私が私にキレてるんよ。ちゃんとやれよみたいな感じ。それこそそんな言葉じゃないかもしれないけど、脳内で聞こえてるのは。でもダメ出しが多いはず。それの時に感じてる、うんのは全然周波数と関係ない。そう、それはもうそう、まあ、明らかなバージョンの場合、昨日のバージョンとかっていうのはもうスパークしてたじゃん、うんうんうん、まあ、あれは誰もが怒ってるっていう周波数。そう、それでその、自分の感情存在、なんかやっていることとか、なんかその、罪悪感とかジャッジメントが自分に対してなくて許可ばっかり降りるじゃん、うん、っていう先に、これを自己需要って言うんだけど、うん、そうすると基本的にその感じる心が戻ってくるから、うんうんうん、あ、なんか毎週そのなんか幸せだなとか、ありがたいなとか、穏やかな感じになってくるよね、うん、そうすると今さっき言ったスノーボード乗り始めた感じ、スタンダードコースの、うんうんうん、そうするとスノボ滑ってるだけ楽しいわけよ、うん、だからそれだけでいいの。もう基本的に3次元の人間っていうのは、まあ、ここのレベル感で人生って幸せだねレベルに行く。多分ある程度の経済 と、ある程度のなんかなんていうの、環境みたいなのも外側も結局整い始めるから、なんか十分なんよ。でも多分もっと望みたいみたいなのは、多分そのスタンダードコースに乗ると出てくるから、うんうんうん、そこからその上級者コースに行くんだけど、その上級者コースに行くときに大事なのが、望みっていうよりかはその時に出てる気持ちなんよ。なんかこんなところでこんなことができた時の自分の気持ちって最高。望むだけでは意味がない、うんうん、あ、こんなところいいな、え、わかります？車輪が動いて、うん、感情の車輪って言ってるんだけどさ、うんうん、動いてなかったら意味がないよ別に、うん、でイメージできても気持ちが 95% の方だから、うんうんうん、その気持ちの方がその時に感じれてないんだったら、あんまり何にも意味がないわけ。イメージは現実化しない。イメージに伴う気持ちの周波数が現実化するわけ。はい、はい、ちょっと今まで経験したことのない、うん、想像よりちょっと上ぐらいの望みの時とかって、うんうんうん、やっぱ経験してないから、うん、どんな気持ちかなとかもなんか分からないみたいな、想像ができないみたいな時とかあったりして、だから気持ちを感じたいと思っても、うん、わかんないんだよね、材料がない、うん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 、経験の。でも見る、その時に視覚が有効的になるわけよ。実際見に行ったりするとわかる、空間っていうのを使えるじゃん、うん、だから頭の中だけで何も見ないで経験もしてないことをイメージとともに気持ちを湧き出すって多分難しい。そう、それで、ね、かなり慣れてこないとできない。できない、かなり慣れないとできないよ、うん、でも
そのためにもうすでにあるものがある三次元的に、うんうん、だからそこに行ってみるとか、うんうん、空間に身を置いてみた時に自分の気持ちがどういう感じで動くのかをこうあれするわけよ。いい質問ってみっちゃんいい質問とみっちゃん聞いてくれるとまたさらに分かりやすくなるよ、ね、およかった。そうそう、だからなんかよく言うじゃん、バシャールとかもよく言う、あのそういうことなの、うん、社長っていうのはどういう椅子に座ってどういう気分で仕事してるんだろうっていうのを感じろっていうことやってるわけよ、うん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 、であとその何高級ホテルに行こうよみたいななんかブームあったじゃん、うんうん、ホテルに行くことでなんかただホテルに行ってるだけじゃ意味ないの。そのホテルに行った時に車輪が動いてるか自分の中の感情の気分で、あこんなとこ行けたら最高な気持ちだなっていうのを感じに行けるじゃん、空間に見寄せたら、うん、でもさパレスホテル行ったことなかったら、うん、パレスホテルのラウンジでどんな気持ちになるのか分かんなくない？私も分かんないわそれ。だから行ってみてちょっとお金をね、うん、最初投資でも払って気持ちを感じるっていうことは大きな恩恵を受けるわけよこれ。だからそれをなんかそれを 5% のなんか言い方で言うんだったら、うん、出したら入ってくるっていう言い方になるでしょ、うん、お金って、うん、でそれさ気持ちがさビビってたらさそうな意味がないわけ。マジで意味ないじゃん、お金だけなくなって、だからお金だけなくなる人がいるんよ。だから私は出したら入ってくるっていう言い方してない、うん、この勘違いが多分起きるっていうこと分かってたから、うんでしょ、かずみさん。それ分からずにただホテル行ってお金なくなって、そうでしょ。それは何かって言ったらお金は出したら入ってくるって行動の部分だけ 5% だけを見て、そして 5% の行動をしてるわけよ、うんうんうん、ここにいたらお金が入ってくるような自分になれるみたいな、あなたのその時感じてる気分気持ちを感じに行ってくださいねっていう。で、うまくいってて出したら入ってくるって言っているね人はそれがうまくいってる人なの。ちゃんと気持ちを感じてるわけですよ、ちゃんときちんと。だから嘘じゃない、本当のこと言ってる。その人は出したら入ってくるよ本当に、うん、だからお金っていうエネルギーっていうよりかはです、もっと言うなら今の話はお金っていうエネルギーがお金で返ってくるっていう感じではなくて、うん、空間に身を置くためにはお金を出さないといけないじゃん、うん、だから結局それをお金のエネルギーって言ったりするのかもしれないけど、別にそういう問題じゃないよね。空間に身を置くために三次元的には今お金が必要で、それを投資することで空間に身を置いた気持ちが感じれるから、結果それが恩恵として返ってくるっていうことなの。だからお金のエネルギーが流れてるっていう言い方ももう、うん、腑に落ちてないんじゃないかなと思う、もしかしたら。わかりやすい、うん、なるほど、確かにお金のエネルギーって分かるようで分かんなかった。そうでしょ、うん、そういうこと。でもそなんか意味分かったでしょ。分かった。だからその時の空間を買い取って気持ちをどういう気持ちになるんだろう自分がっていうのを体験させてあげるためのお金を支払った、うんうんうん、それをお金のエネルギーというのかもしれない、うん、これね 95% の生き方っていうのはそういうことなんですよ。だから、うん、100均でめっちゃときめきの、うん、ものを買うじゃん。なんか例えばあの自分にとってうわこれかわいいみたいな100均で100円のものを買ったりするじゃんっていうのと、何の感情も動いてないのになんか1000万の壺を買う、どっちが分かる？どっちが素晴らしい体験をしてるかって言ったら、100円でそのめっちゃ気持ちが動いているものを買う方のがその場合価値があるわけよ。1000万で出したら入ってくるよ、壺買ったら出したら入ってくるんだよって言って、なんか何にも感じずになんか1000万払ったところで、お金のエネルギーってエネルギーも意味分かってないわけよ。だってエネルギーって感じることなのに感じてもなくて、ただ1000万払ったら私は入ってくるよねとかっていう頭でなんかこねくり回したような体験だったら何にもないの。でも100円を使って100均でときめくものを買ってうわーってなったなら、こっちの方が1000万円のエネルギーが動いてるわけよね。でうわーってなって全部買った方がいいやん。え、そうだよ。だから私はそのためにお金を使ってんの。お金を使う意味っていうのは、そう、自分のエネルギーがスパークできる時と自分の気持ちが動かせる時にお金を払う。それは払う、そう払わなければ体感が起こせれないから、そのためにお金のエネルギーっていうのを使ってるの私は。そういう意味。じゃあさ、ときめいてんのに、うん、でお金もあんのに買わないってマジで損してるわ損してるの。
お金やっぱどお金減っちゃうみたいなのがどうしても抜けない、うん、なかなかっていう時は、うんうんうん、もうやっていくしかない。それはね、そうなのよ。ちっちゃい体験を積み重ねていくわけで、でも今言ったようになんか今までは多分何ができた、あ、違った、何を買って何が増えたかとか何が減ったかとかって見方してたでしょ。うん、そう、物理的に数字、数字でしょ、うん、多分だから本当の意味で 95% の方を感じてないから、今の言ったような使い方をしてみたら多分ガラッと変わる体験が。だ、分かってなかったじゃん、多分みっちゃんもお金を使うっていう行為自体の意味が分かってなかったじゃん、うん、でも今日聞いたじゃん、あ、なるほど、自分の気持ちが 動かすためにお金っていうのは存在してるんだってなったらさ、お金が上じゃなくて自分の気持ちが上になるじゃん。いや、もう分かるんだけどっていうところでそこやっぱりもう本当にその、うーん、結局気持ちっていうそこにお金をかけるっていうのも、うん、やっぱ何回か話してるから、それこそそうやって例えばもう本当分かりやすくレストランとか行って、うん、あ、美味しそうって思ったのがちょっと高いみたいな、うんうん、でも絶対気持ち的にはこれって思ってるけど、うん、すっげー数字見てるっていう、なんかその両方の自分がいつも存在してて、うん、そこでせめぎ合うみたいな、うん、いやだからその時に、その時に払います、うん、その後だよ、払うまでは葛藤が起きるわけよ、絶対に起きる。それはしょうがないわけじゃん、超えれない、うん、だからじゃあ超えるのよ、それ超えた時に、今まではそれをやったら何かになるっていう考え方だったのを、うん、こういう観点に今日の話で変えてみてほしいの、うんうんうん、葛藤の先にやってみて、うん、よっしゃ感じよっていう、あ、うん、だ、私はこの今の目の前のこのステーキ重を食べて美味しいっていうのをとにかく感じようみたいな、味わおうって感じ、味わおうみたいな、ほうほうほう、なるほど、たとえ金額がちらつこうとも、そう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 、でそれのそれの、金額の大きさをだんだん大きくしていくと、てか勝手に大きくなっていくと思う。だって感じる力が取り戻ってくるもん。練習ですね。そうそうそう、葛藤はね起きますよ。でそれでその、うん、まあ、本当にこれは上級テクなんだけど、結局その自分のことあんまりにも否定してると、あのスノボのスタンダードコースにも行ってないわけ、うん、あの、うん、ウェアもない、ね、ウェアもない、レンタルボードも持たずにスノーボードの、じゃあスキー場にも行ってないのに上級者コース目指したりするわけよ、アッパー系のセミナーってあの自己啓発の前向きにみたいな、ホテルにお金使えとか分かんないけども、そういう感じのイケイケどんどんみたいなのをやっちゃうと、いやそもそもみたいな、ウェアもないしスノーボードもない状態で上級者コースのリフト乗ってどうやって降りてくるのみたいな感じになるわけですよ。だからまず大事なのはその、スタンダードコース、スキー場のスタンダードコースを何回か滑れるようになることじゃん、うん、それは何かって言ったら自己重要なんですよ、うん、自己重要っていうのは許可ね、うん、だから最初はそのあの何こんなことを考えずにやればいいの、うん、自分の感情、気持ち、思うこと全部 OK みたいな、全部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 オール OK、でそれを他人に押し付けないってことね、自分だけの正解だから、それは自分が何を感じようと何を思おうと何を考えようと自分だけのこれは正解だって許可を出すことで、スキー場のスタンダードコースに乗り始めるんよ、うん、なんでかというと自分の存在に許可が出始めたら、あ、なんか幸せだなっていう感じる心が出始めるから、それでなんかこう何回か滑り出すんよ、そうするとあー幸せだな、なんか気持ちいいなっていう時間がきっと増えてくるはずで、そうなった時にこの今の話してる上級者テクニック使うと経験がコントロールでき始めるわけよ、ね、順番が逆ってやつですね。そういやなんかやっぱり、うん、その現実創造みたいなのがやっぱ先行するじゃないですか、うんうんうん、で望み叶えたいとか望みいっぱい出してそれこそエネルギー感じたら現実変わってくっていう方ばっかりが、うんうんうん、なんか前に出てきがちっていうか、うん、違う、だからそれは上級者ってことですもんね。そうでもそれ先やってる人多くないですか。いやそうそう、だあの苦しいからこそ上級者に行きたくなるわけよ、うん、とっとと滑りたいとか、うん、とっととやりたいみたいな感じ。いやでもあんたボード買わないでウェア持ってないで雪山行ったら寒いぞみたいな、すごいそれやってたわ
分完全にそれだったな。はあ。だからさ、自分に許可がさ、下り始めるとさ、望みも 出始めるじゃん、うんうんうん、あと、なんか落ち着いてちょっとふっと、なんか気が楽だなって思うことも増えてくるでしょ、うんうんうん、そうすると、だん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 、なんか、あ、今の自分で良かったし、あ、なんかわかんないけど、なんとなく幸せだなみたいな、うん、その先に来るのが、同じコースばっか滑ってるから退屈っていう感情が出てくるはずない、うんうん、そのタイミングでもう上級者に移った方がいいよねっていう感じですね。ステップ間違ってましたね。今みっちゃんがやってるさ、そのネックになってる外見コンプレックスみたいなのに着手してるのは、なんてやりやすいし、うんうん、あのなんていうの、痛みが少ないから一番いいと思う今、うん、自己需要がすごい進むから、なんかちょっとずつメイクしたり、うんうん、ちょっとその、あの何H&M の安いけど可愛い服みたいなのを自分に着せてあげることで、多分許可が下り始めるわけや。そうするとウェアを持ち、ボードを片手にスノーボード滑り始めるから、うんうん、そうすると多分もっともっと自分の服とかピアスとか作りたいみたいなのになってくるわけよね、うん、その時に、あ、じゃあ自分の材料のためにお金を使ってもっと動いてみようみたいな、でその時に作った後の感情、気持ちってどんな気分なんだろうって感じて、経験値のコントロールが入ると上級者のコースに行くわけ。おー